二人用シンプルな操作で楽しむマリオたちの本格ゴルフ。このタイトルは1999年に発売されたゲームボーイカラー用のスポーツゲームです。ストーリーモードでは4人のキャラクターから1人を選び、一流のゴルファーを目指します。トーナメントやクラブマッチで勝利したり、トレーニングを積むことで経験値が獲得でき、一定の経験値を獲得するとレベルアップ、様々な能力を伸ばすことができます。強敵揃いの大会を勝ち進んでいくと、やがてはマリオとの対戦も。すげえな。まあ僕は初期の最初期に発売されたゴルフっていうシンプルな名称の作品を持ってましたよ。なんなら通信ケーブルで対決よく父とやってたんでね、2本持ってましたよ。ゲームボーイ2台繋いでね。っていうね、ゴルフはもともと大好きで、各ハードゴルフゲーム持ってました。ただゲームボーイカラーですからね。どのぐらい進化したのか。誰でもゴルフを始めるとその魅力に取りつかれ、やめられなくなるというゴルフ中毒。ここにもゴルフに取りつかれ、やみつきになったゴルファーが。そして彼らは今、最強をうんつんかんたら。昔のゲームボーイソフトはさ、このオープニングムービーだけで容量いっぱいになっちゃいそうだよ。ナイスショット。キャメロット、あれあれ？みんなのゴルフのメーカーさん？じゃあ、任天堂のゴルフっていうよりかは、みんなのゴルフ調なのかな？ゲームスタート。んで？お、なんか作んなきゃいけない？普通のなんか、気軽に遊べるモードがあればと思ったんだけど。ルイージ、マリオ、へぇー、フェード、ドロー、癖があるんだ。じゃあ、マリオ使おうかな。で、ストローク、練習ラウンドで鍛えよう。トレーニング、選んだボールで、とことん。選んだホールで、とことんプレイ。ストローク。この、2つが選べんだね。じゃあ、ストロークで。マリオクラブ、林間コースで小手調べ。パームクラブ、南国コースで腕試し。デューンクラブ、乾いた大地が君を待つ。リンクスクラブ、自然の脅威にチャレンジ。だから、強風が吹いたりとかね。そんな感じなんだろうね。で、みんなのゴルフにもあったよね。乾いた大地みたいなコースで。パームクラブ、南国ね。狭そうだね。その、フェアウェイがね。じゃあ、こちらで。ただもう、おぶねしさ、指がじじいになってるからさ、このタイミング合わせ、絶対苦戦する。だって前にマリオのオープンゴルフファミコン持ってたんだけど、この、ニンテンドースイッチで遊んでみたらさ、全然だったもんね。じゃあ、この辺で。はい。で、何ボタン？これでいける？でもこのフーンってのは変わらないね。セミラフ。セミラフだって。お、狙える？狙える狙える？じゃあこれで。うん、この辺。ちょい早いのかな？押すのが。うわー、その表示懐かしいな。もうファミコンの頃から変わんないよね。で、サンドウェッジだって。ピッチングウェッジがいいな。110ヤードダメだって。オッケー。じゃあ残り25ヤードね。じゃあ半分ちょいぐらいでいけるかな。こんぐらいで。飛びすぎ。飛びすぎ。え、どうなってんのこれ。これど、これどうなってんのこれ。残り9ヤード。パターがいいな、ウヌシ。これも飛びすぎちゃうんじゃないの。パターがいいな。全く BGM のないファミコンのゴルフしか知らないね。でも名作でしたよね。さあ、行ってみよう。どう？BGM いいね、これ。オングリーン。これで入るだろ？あぶねえ。ダブルボギー、いいよいいよ。いいね、演出も。
ニンテンドっぽくて、え、いきなりここ届くって、よし、風が結構強いよ。じゃあこんな感じで行ってみようか。目の前に木、フェアウェイ、いいんじゃね、いいんじゃね、バーディー行こうぜ。このぐらいで、で残り73ヤードで3。そうなんだよね、なんか妙にさ、ゲームだとヤードで考えるからサンドウェッジをおすすめしてくるんだよね、機材みたいに。でも普通さ、ピッチングウェッジはない、せめてね。それはできないんだろうな、やっぱサンドウェッジ、サンドウェッジ高く上がるからさ、あんま良くねえんだよな。でもまあゲーム的にサンドウェッジできますか。じゃあ、はい、モズ落とし、バーディーパット。お、曲がいいね、ドゥ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 、全力、全力でいけんじゃない、全力パット。食われた力吸われた。パー、演出いいですね。次はパー3、いいねいいね。で残り146ヤード、ん、ちょっと待って、左上はさ160ヤードとなってて、あ、全長がって意味でいいのかな。でホールまでが146ってことでいいのかな。で今選んでるクラブが153飛ばせると、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。ちなみに、あー、これも面白いけどね、これも面白いけれど、まあミートさせるのが難しいから、自分の腕前的にね、こんな感じで、あ、すれ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 、もう一回もう一回、うん、オッケー、これで、うん、行きまーす。ホーリーワーン、今度こそバーディーもらったんじゃない。うんうん、リアルのゴルフはされるんですか。昔はやってました。あ、やば、強い、いや弱いか、バーディー、パー5、そしたら、まあ、全容が全長見れないからな、なんかボタン押したら見れるのかな、やめとこう変なボタン押すのやめとこう。なんで、ん、ここでいいよ。昔はねやってまして、ほんと昔、今全く、てかもうゴルフクラブ売っちゃったで226で233だ。通常さ、ここでさ4番ウッドってめったに打たないじゃない4番普通はね。マリオオープンゴルフのいいとこはね、自分のクラブを選ぶことができたんですよね。めったにこういうゲームの、ゴルフゲームって1番アイアンって割愛されることが多くて、でも僕は1番アイアン選んでましたよ、マリオオープンゴルフでは。選べたんで持ってくクラブをね、もちろん本数制限あったけど、うん、じゃあウッドでいきますか、こんな感じ、うん、カキーン、野球ゲームみたいなね、野球ゲームでね、この効果音だけさ撮ってみたら野球ゲームだよね、カキーンとか言ってブーン残り22ヤード、サンドウェッジでアプローチショット、いいよ、じゃあサンドウェッジね。なので、あ、ちょっと早い、ちょっと待って、もう一回もう一回、
いいんじゃね。そっからスピーン、バーディーパット。これも何も考えずにいっちゃっていいんじゃないの。よし。しかもマリオオープンゴルフの売りが、そのカップに入る瞬間がああいうカメラアングルになるっていうのがね、売りだったんですよ。それがもうもはやね、ゲームボーイじゃ当然のように実装されてます。さあ308ヤードで270ね。オッケーオッケーオッケー。でもその木が気になるから、どうせ刻むことになるから、これぐらいがいいんじゃねえの。ここお願いします。だ、各ハードでゴルフゲーム持ってましたよ。一番でもね、遊んだのはパソコンかな。マイクロソフトゴルフっていうリアルタイプのゴルフゲームがあってね、それは毎回入れてましたよ、パソコンに。いいんじゃない。うん、やべ。でも結構さ、あのカキーンってあのぴったり合わせるとホールインワン率とかチップイン率が妙に高まるようなね、そんな印象があるよ。バーディーパート 4.1 ね。まあ強めがいいんじゃないの。ここよし、バーディー。マリオさんかわいい。子供の頃クソ生意気だったからさ、リンゴがよく落ちてたわけよ。そのリンゴをさ、木の枝で打ったりとかしたもん。クソ生意気だったからさ。うん、こんな感じで、こんな感じでいいんじゃない。とにかく水、ウォーターハザードさえ避けてくれたらいいよ。あぶねえ、そんな気がしたんだよね。あぶねえ。僕もウォーターハザードさえ避けてくれたらと思ったんだけどね。その矢印で表示されてなくばでもね、その転がって落ちて転がった先だからね。だから落ちるポイントがね変だと、ウォーターハザードも全然ありえるなーなんて思ったんだよね。お、楽しい感じの場所へ落ちたよ。こういうのが楽しいのよね。で16で前回が30ね。 OK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  じゃないけど OK。 OK じゃ、これでもちょっと難しいな。みなしでいいんじゃねえの。みなしでいいんじゃねえのか。パー。リンゴ言ってもね、あの食べられるようなリンゴじゃなくてね、あの普通の、これあんまり言うとさ、なんか僕あれだけど、庭にリンゴの木があったのよ。庭にちっちゃいリンゴがいつもね、そこら中庭中落ちててね、あんまこういうこと言うとあれだからね、変に勘繰りされちゃうからね。村育ちだったから。んーで、そうだな、まあ届かないだろうね。3番アイアンぐらいで、いやー、その木やだな、その木はちょっとやだな。じゃあこれで木避けたいな。 木だけ避けたい。どうこれ、うん、まあしょうがないな。これで、これで調整。
パター打ちたいな、こっから。パターバージョン見れない？パターで見れないかな。ちょっと待ってね。本当は厳密にはさ、なんかスタートボタンかなんかでコース、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、 いいじゃん、これよ、これ求めていたやつです。で残り24ね。だから全力で打ちます。全力で打って、うん、これでいいよ。全力全力、うわうわ、みなしでいいじゃん、みなしでみなしでいいんじゃない今の。惜しい、イーグルだったな今、入ってるやな。さてと、まあこれが安全ではあるんだけどね、その高台に届かない場合があるからね。だからできればグリーンの落としたいから、どうだろうな、でもぴったりんこしないといかないかな。こんぐらいしとくか。で落ちて、どんぐらいどんぐらい止まる、止まんねえ。あ、でも全然いいよいいよ、これはグリーンオンと変わんない。ウブデシとっては、むしろサンキューじゃないの。これでパターね、パター30ね。オッケーオッケーオッケー、もらった。よー、チップインバーディー。うわー、これはもうバンカー入るな。どうしたらいいんだろうか。これがいいな。ちょっと木が気になるけど、これがいいな。オッケー、よし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 、その台の上に乗りたかった。んでこれいけんじゃね、スーパーチップイン、いけんじゃね、スーパーチップイン狙っちゃう。ちょっと風が強いか。7番だとこうか。これね、おそらくピッタリンコやったら風の影響をほとんど受けず、チップインチャンスがあると思う。ピッタリンコいったらこれはと絶対飛びすぎちゃう。どっちを取るか。こっちの方が面白いよね。でも3ヤードってのは微妙だな。もっと上手ければね、それで狙ったな。これでいこう。ずれちゃった。ボス落とし。え、悪くない悪くない悪くないよ。でれれれれれ、バーディーパット。違う、よし、バーディー、ハーフターンで。リアルゴルフはさ、ここで一旦クラブハウスで昼食っていうパターンが多くってね。でここでね、お付き合いでね、ビールを飲むわけよ。ここでウブドシアルコール入れると、もう後半でもうボロボロなんだよ後半ボロボロなの。でもそれ面白いからアルコール入れようとするわけよ。で大概ね、クラブハウスの付近ってさ、あれよね、綺麗じゃん、な、池が多いわけ普通。このクラブハウス出た時のね、折り返しで。だから
こんな風に森だらけじゃなくて池が多いわけや。だから池ポチャ天国なのよね。逆か、池ポチャ地獄なわけね。そこの木に引っかかりそうだな。安全見るならこの辺かな。この辺ちょい曲げました。その結果超理想的。でそうだな、まあまあまあいいんじゃない、いいんじゃないでしょうか。はい、風が強えんで、いいんじゃない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 。え、どこ行った球、グリーンエッジ、あ、そう転がんなかった。パターでいいです。これパター、パターだよね。で残り 4.4、 うん、これでこれで、はい、 OK、 チップインバーディー。なるほどね、これはね、高確率でラフ、高確率、高確率でラフ、あるいはバンカーだな。ここのコース意地悪だな、めっちゃ意地悪だな。ここで200刻んでも、いやー意地悪な、すげえ意地悪なコースだな、めっちゃ意地悪だな。まあまあまあ、でも5パー5だからパー狙いでいいか。ここでパー狙いいきます。いった、ナイスショット。すんばらしいんじゃね。ツーオンしちゃう、ツーオンしちゃいます。でも風が強えな。バンカー、バンカーなる恐れ大。なぜならば落ちて、大体この辺で落球してたから、バンカーのすっごいだから意地悪だよね、本当に。いかにも2オンできそうでバンカーになるからね、これ。まいったね。すんごい意地悪だよ、このコース。見た目以上に。だから、バンカーを避けるならこれぐらいだけど、飛ばしすぎると OB だろ？すげえ意地悪なコースだな。なんで、ナイスショット前提だな、このコース。結構。ちょっと曲げる、勝つの分バンカーだよ絶対これ。まあちょっと安全見た分避けた、フェアウェイで2オンしましょう。そんな角度でいい、そんな角度で大丈夫、うん。で34ね、34とかで半分か。旗包み、いいんじゃない、いいんじゃない、これで入れたらいいよ、うん。で5.1 ね、あ、チップイン扱いなんだ、チップインバーディー。一応ね、チップインバーディーいただきました。大げさだけど、よくあるこのハート型ね、任天堂さんのゴルフ、ああいうねハート型のグリーンよくやるからね。 7m、 これ面白いね、これは面白いよ。ただちょっとね、風の影響がどれぐらい出るかだな。これは面白いけど、安全見てこうしとく、いやこうしとく。ナイスショット、グリーンエッジ信じていい？チップイン。大げさ、ほとんど普通にグリーンだけどな。チップイン、連続チップイン。
そんでそんで、で、ウブ主さ、大体それ仕事関係でやるともう常に年下だから、で、大概最初のホールの一発目年下に打たせようとするわけよ。で、みんな見てる中さ、第1打目やんなきゃいけないし、なんならこれから盛り上がりましょうって時にさ、ダフるわけにいかないじゃない。だからそんなのもさ、長年やってきたよずっと年下ドットコムだから。ここも意地悪だよね。あのラフに入りやすいよね、構造だよね。さーて、なるほどね、サンドだとこ、なるほどね、ここも難しいよ。どうかな、ちょっと強すぎた。うわ、惜しいモーズ落としチャンス、惜しかった。今カメラになったよね、一瞬モーズ落としだったな。惜しい惜しい。で、残り8、パターで、あ、全力全力、いいよ、全力パターでいこうか。はい、こんな感じ。よーし、チップインチップインゲーだな。5メーターね。あー、よくあるね、この木の間を通してくださいコースね、よくあるのよこういうのね。なんでこの辺にしとこうかな、この辺で。木の手前でなければOK です。手前というのは 木が目の前ね。うわー、出た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 。ただここだとラフに落ちて転がりが悪いから、風が本当に意地悪ですね。これはパー狙いでいきましょう。パー狙いで、なんで こんな感じ。そのコースのその時の風の影響もありますからね。ここはもう欲張らないことにしました。と言ってもね、池がありますからね。言うても、ちょっと待って待って、言うても池だし、サンドウィッチ寄せだしね。サンドウィッチ寄せなんでね、怖いね。これはね、外しそうだな。よかった、パー。これも意地悪だよね。一気に届きそうだけど、この辺に落ちる可能性がありますからね。意地悪のコースだぜ。だからこれぐらいがいいんじゃないの。フェアウェイ、うん。で、お、まっすぐ飛んだら入っちゃうみたいな。はい失敗したぜ。普通にやればよかったのにな。失敗したぜ。ではまあ狙ってみようか。であっ、
チップイン。バーディー。さてここもね結構意地悪だよね。めっちゃ意地悪ですね。まあなんとかなるかな。ちょっと角度がついて この辺に落ちて角度がついてバンカーっていうのがめっちゃありえるシチュエーションですね。であればこれぐらいにしとくか。ちょっと弱めにね。どう？ほら、ほら、角度ついたし、ほら、言った通り角度つくじゃね。だから、ほんと意地悪のコースよ。ちょいこっち側がいいな。ちょっともう一回見して。もう一回見して。サンドウェッジだと、あ、サンドがいいな。サンド。で、ちなみにグリーンはさ、これ、ちょっと見える。グリーンが、あー、そんな感じだね。オッケー。サンドにしましょう。サンドで、高く打ち上げた方がいいかな、転がした方がいいかな、トップスピンの方がいいかな。まあバックスピンで打ちました。よし。海外のパターゴルフ憧れてました。うん、楽しいよね。海外の仕掛けが多くって、シンプソンズのバートがね大会に出場して大仕掛けが多いねコースに挑んでましたよね。 8m。 そうだな。あ、でも面白いと思うんで狙ってみようか。どういうグリーンの流れか分かんないけど。そうなりますか。やられたぜ、まんまと罠にかかっちまった。そしたら、これむずいよ。これはね、結構やばいかも。これは結構やばいやつだな。よかった、パー。18番。うわー、壮大ですね。でこれ騙されやすいんだけど、これねここにはまるのよね、ここに落ちてね。だからもうパー狙いでいきましょう。ここウォーターハザード以外でお願いしますっていう。よし、狙った場所落ちたぜ。次、これもね罠なのよね。この辺に落ちたりするからね。一旦落ちて転がってここだからね。だからこれ難しいな。これ難しいな。刻むか、これいってほしいな。うん、いいんじゃない。よかったよかった。で寄せます。ちなみに見えないって。 OK、 じゃあ見えなかったらそれでいいよ。
弱いかな。いたーバーディー。ということでトータルマイナス11でございました。私の初プレイめっちゃ面白かった。やりやすかった。すごいストロークが僕のこのジジイになってしまった指と目に優しかったです。楽しかったー。